もう軽くでいいですよね、うん、片栗粉をそんなに厚く入れません。でそれをちょっと仮にこうしてやっぱり6度の上がいいです、うん、はい、ちょっとこう家にもうそのまま上に上げていきます、うん、結構うまくむけましたよね。あ、うん、そしたらゆっくりでいいですから下にずらしながら、はい、あうまいこといったうまいこといった、はい、そして下から外側に向けておいて、で、そこで決め込みたいのが口の位置をですね決め込んで一回切るぐらいの格好でいいと思います、うん、はい、まだいました。それで皮で一回切りましょうか、はい、一応仮拭きですけどそのまま抜いてできればそれでもいいですね。もうちょっと浮きかから、はいはい、はい、いけました、はい、どうぞ。